皆さんこんにちは。群馬県在住のゴスペルシンガー矢崎風花と申します。私は音楽活動を始めてそろそろ9年目になりますが、もともと音楽を通してあなたは愛されているというメッセージを届けたいと願って音楽活動を続けてきました。今年2022年一つチャレンジしたいことがございます。今回は皆さんにぜひその夢の後押しをしていただきたいと思ってこの動画を撮らせていただきました。今年チャレンジしたいこと、それはタイに行って歌を届けたい、そして子供たちに日本からの物資を届けたいと思っています。音楽活動を始める前にも、NPO さんの活動で海外に行かせていただいたり参加させていただいたことがありました。そんな中でも、やっぱり今は日本に対してできることをしたいと思いながら、音楽活動ではずっと日本国内を回って、歌を届けてきました。そんな中、去年縁があってタイに在住の日本人の方とつながることができて、その方がタイに来るならいろいろお手伝いをするよって言ってくださり、今年の目標はタイに行って歌いたいというのを夢として一つ掲げました。コロナもあって、一度はタイに行けない、もう今年はその夢が叶わないというところになったんですが、入国規制が緩和されてなんと行くことができるということになりました。今回皆さんにぜひ助けてほしい、そんな内容はまず一つ、日本からの届けたい物資を集めさせていただきたいです。タイの子供たちに喜ばれるもの、そして必要とされているもの、それをタイの施設に届けたいなと思っています。そして二つ目は、それを送る費用がかかるので、そのお金やタイに行くためにかかる費用を皆さんから応援していただけるとすごく助かります。今回私と一緒に旅に出てくれる心強い仲間もいてくださるんですが、私のわがままに付き合っていただいているのもあり、できれば皆様からのお力添えもいただきつつ、安心してこの旅が終われるように頑張っていきたいと思っています。ただの自分よがりな自己満足な夢かもしれませんけれど、現地にいる子供たちと一緒に触れ合いながら歌うというこの夢をぜひ応援してもらえたら嬉しいです。そして日本からの皆さんの気持ちを背負って、タイの皆さんに、日本人のみんなもあなたのことを思ってますよ、愛してますよっていうメッセージを届けてこれたら嬉しいなと思います。皆さんの力をぜひ貸してください。よろしくお願いします。